めっちゃうまい。これも食べてます。赤がやめて、これあげてます。上がってた。うん。おせん、美味しい。冷たい。冷たい。生きてんねん。え？あれやん、エイヒレとかじゃない？違う、わからんけど、ちょっと待って、生きてる。ドーナツ迷うな。皆さんごきげんよう、山口彩希です。はい、ということで、しょっぱなからなんか知らんけどずっとスローになってました。本当に何なのよ、何なのよ。ということで、新潟に行きましたね。新潟のホテルで、まあ、夜着きまして、泊まりたいと思います。で、まあ、早速ですね、ちょっと Wi-Fi をとか言いながら、ちょっともうスローでやってるから何してもなんかちょっともうイラついちゃう。はい、ということでね、新潟に来たら絶対これ食べようよっていうところなんですけど、笹団子、皆さん知ってますか？もうだいぶ絡まってて、どうやって取るんだよっていう顔してますけど、私は初めてね、この笹団子に出会った時びっくりしました。こうやって草に包まれてて、中はねこんな感じで、まだ出てこないですね。こんな感じ、いいよいしょいいよいいしょ、こんな感じで、ね、団子になってます。まあ笹団子だからねで、ちょっとね、草餅みたいな感じで、なんか、いい香りがします。で、まあ早速いただきますということで食べさせてもらいました。はい、もう見た感じね、噛んだ感じがこう角みたいになってるでしょ。ね、やっぱりね、結構な濃度でした。ねっとりしてて、はい、上あごにふつく感じですね。めっちゃ美味しいですよ。で、中にあんこがこう入っていて、あんこもすっごい上品で美味しいんですよね。もうすっごい、もう口の中にひばりつきなんですよ。それがまた美味しくて、もうずっと食べてられるって、歯にこうやってつくんで、皆さんちょっと気をつけてくださいね、カップルで食べるときはね、まあ、付き合って1ヶ月ぐらいのときはちょっと気をつけてください。ずっと歯にふっつくんでね。はい、もう最後の一口ワンツースリーということで食べさせてもらいまして、もうこれ夜中なんですよ。グーではないんですけど、まあ、はい、まあ、太らんように祈りたいと思います。違う違う、ごちそうさまでした。肉って書いてるよな。ごきげんよう、山口彩希です。今日は新潟に来てます。ということで、新潟で今からご飯を食べたいと思います。新潟といえばやっぱり海鮮だよね。ということで、海鮮を食べていきたいと思いますね。もう肉、肉めっちゃ、え、肉やで、あれテンション上がってるよ。大根されてる、切り干し大根780円。大根されてんじゃん。こんな感じです。手の中は飛び込む。すごい、ひばりついてる。食べよう、ちょっと行こうか。行こう、どうぞ。行きまーす、行ってきます。うわ、美味しそう。どれにする？ドーナツがいい。私のカリカリのやつがいい。ブリュレ。で、かわいいサンタさん。それそれ、ブリュレ。それ、それ、それでいい。それでもいいよ。それでいい。それのカリカリやね。ドーナツ迷うな。めっちゃかわいいな。かわいい？うん、うん。オッケー、それにしよう。どれから行こう。驚きの美味しさ。美味しいわ。可愛いドーナツも買ってはったし、めっちゃこじたいんだな、これもな、ドーナツも。たぶん、めっちゃニコニコしながら10個買ってた。可愛い。めっちゃ10個も。可愛いな。これ、ゆなみ可愛い。タコ帽子。タ
コソース。そこ何回か行ったけどね。これタコの頭ですか。シャドウの頭、向こうの一番出てるけど、ちょっと辛いわ。おいしい。マニマニ。すいません、ヒラメもらえますか。超おいしい。びっくりした、俺が。初めての食感。初めての食感。タコ頭。お魚苦手な私も楽しめるな。おいしいわ、これは。ヒラメちゃん。結構でもお腹いっぱいになる。うまい。鼻出た。海鮮一番で、たらこの煮付けとか。たらこちゃん。手食いっていいですね。でも思った。手食いっていいな。俺も初めて。一個食べる？いいよ食べる。いいやん。アギの大好きなたらこちゃん。うん。かわいいな。うまっ。めっちゃおいしい。とろとろ。全然臭ないです。びっくりした。ということで次もあるのでごちそうさまです。とりあえずレッツゴー。カニってる。めっちゃカニってる。すごい。なんか市場に来たけれど、ちょっと海鮮の市場を見ていきたいと思います。スジコ大好きで、スジコうまいよね。濃さがうまいです。ヒラメめっちゃ美味しそう。やっぱ2400円高いわな。ヒラメはな、大きいもんいっぱい。もうないもんな。2000円やったら安いんかな。安いんかな。買ったドーナツをいただきたいと思います。移動中なのにまだこれからいっぱい食べるので、今日はね爆食の日です。はい、今日ぐらいでしょう。いや、いつもいい。明日も多分爆食でも明日のためはちょっとよく帰るだけや。そうだから明日はそんなにあれやで、爆食せん。よし、じゃあいただきます。うわ、手で汚れそうやな、これ。ニョキ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 。食べてみて。エビやんな。これあれやんな、ドーナツ屋さんのやつやけど、どうですか。こんな感じ。うまい。これ下はめっちゃ体張るやん。めっちゃ美味しい。こぼさんようにいただきます。うん、待って、これ中にクリーム入ってる。うわ、ジャリジャリやん。超美味しい。あ、写真撮るの忘れた。写真よりも先に食べちゃった。うん、うん、このクリーム美味しい。このジャリジャリはちょっとアイクからしたら甘いかも。ついてないよ。美味しい。でも、うん、これはじゃあ今日富山にのホテルで食べたいと思います。書いてますか。ポスター貼ってる。あ、ほんまや、貼って買ってる。ふるさと、スペイン村じゃなくて、新潟の、どこやったっけ、ここ。ふるさと園、ふるさと村に来ました。ということで今からちょっと見ていきたいと思います。なんか、だし巻き。そう、茶碗蒸しとかも売ってるんですね。これ洋梨で、はい、ここの地域の特産のやつ。そうなんですか。すごい。そうなんですね。ゆったりした洋梨やってる。そうなんですね。めっちゃ売ってますね。あ、ちゃんとこれか。これですね。梨。これがあのここの。できて。洋梨の特産の特産梨。特別だ。これ。これお花やね。これ食べれんねん。そう。結構いいよ。しかも。木のボタン。このこれはな、木の
食用あだけ。そうバス停線ここ来たよな、うん。教えてもらったことな。ね、このカレー前になせんべい食べたけど。もう新潟の人に教えてもらって一回一度でいいか行ってみたいなっていう話。バスセンターのカレー。分からんなんやろ。新潟ラーメンやって。このケースだけ欲しい。ケースだけ欲しいとか言ったら。レオだけ買う。これ。新潟で生まれて。レオっぽいね。え、今年が来年は何なん？立つか。全然いいねや。これ買うか。こっちの方がなんか可愛いけど買おうか。お金もあるよ。じゃこれ買います。レオに似てるから。レオは私の亡き愛犬です。可愛い。何これ。分からん、何やろ。きなこねじりって感じ。ねじられてるし、かい。ねじられてるし、かいってどういうこと。ねじられてるし、服も似たようなやつやし、かい。ほんまやな。うん。あ、雨これ。雨やん。なんか昔ながらって感じ。ガラガラの雨やん、これ。そうなん？あ、知らんねんけど。ガラガラの雨ってなんなの。あ、これなんか昔なんか食べたような気がする。ちっちゃい時、ばあちゃん家で。いと、しげこ。シゲコかわいい。なんか新潟 の有名なものって何やろっていうので今ちょっと探りで、まあ、お酒しか頭に浮かばへんし大丈夫かい今のラフランスやけど菊もいいしとも菊 の, 葉あの花な。でもなんかこういうとこ来るとほんまに優柔不断が出ちゃうわ。駅みんなどうですか。 何がいいんですか。やっぱり新潟って言ったら美味しいものいっぱいあるような感じやけど。あ、日本酒ほんまやった。プリンとかあんで。ほら、プリンじゃない。あ、違うか、プリンじゃないか。待って、プリンじゃないわ。あやけど好きな。いくらや。ソリって書いてる。濁りすぎる。何やの？日本酒飲む？飲むって。飲む。うん。飲めへんかな。日本酒飲んでるの見たことない。あ、2、3回ある。飲んでるとこ見た。じゃあ。これいいよな。あ、ブランデーとかウイスキーとか書いてる。あ、これでしょ。で、てんちゃん。だってなんか、ほら、ベチョッとしてるし。これ、あ、ついてるやん。もう温めるだけじゃん。めっちゃべっぴんがおるけど。めっちゃべっぴんさんやん。へぎそばあんで、へぎそば。こちらのへぎそば。うん。何これ、卵ロード。火つけるかな。ろうそく。かわいい。ふぅ。ほんまや。ね。かわいい。ワッフルなん？そう、ワッフル入ってんねん。で、魚牧場っていう、その牛乳、うん、この辺の地域ので今朝牛乳飲んだ時すごい美味しかった。あ、そうですか。そうなんや。あ、やっぱりやっぱちゃうんや。美味しいんや、うん、濃かったのが濃厚やった。へぇ、あ、5個入ってんねん。そうで、1個俺の好きなやつや。うまい。ちょっと今食べていいですか。ほんで、美味しかったら、うん、あ、いや、明日置いときます。大丈夫。美味しかったらちょっと買っていきたい。うん、うん、ここにきな粉かける。そういうことやろ。医者引かなくていい。念のため。そうですね。こうやってこれ食べ方。食べ方。あ、これは美味しい。だって好きやから。ちょっと俺これ買うわ。そう、これ俺めっちゃ食べてみる。ちょっと食べてみるわ。こぼんぜ。いただきます。あー、やろ。分かるやろ。なるほどね。分かるやろ。好きやろ、うん、なんか炊いたもち米にきな粉かけてるみたいな感じで美味しいよ。ちょっとヨーグルト買ってきます。プレーにします。じゃあイチゴとクレーム、オリゴ糖入り、はい、バニラビーンズが入って。あ、でもそれでいいです。私次、はい、はい、さん、あ、は、あ、いい、どうぞ。いただきます。顔出さない方がいいですか、 YouTube。 うん、これどっちでも全然、はい、手元だけどうですか。おいしい。めっちゃ可愛いんですか。いただきます。今日は普通のプレーンにしました。ここがまあ美味しいからこれをそぎ取ります。この蓋についてるやつ、あれあるですよね。いきます。
ス。あれ、あ、砂糖入ってないんですね。やばい、プレーンやから。あ、そういうこと。そうそうそう、そういうこと。そういうことですか。あ、でも美味しい。ちょっとなんか食べたらあれやけど、いちご入れようか。あ、いちごは味あるんですか。いちごはいちご入ってるから味ある。あ、そういうことですか。そうそうそう、だからそれ完全にプレーン。あ、じゃあちょっとだけ、ちょっとだけでいいです。いちご入れてる。はい、あと酸っぱいのいけるんで。あ、いや、ありがとうございます。これでいいです。うまっ。プレーン100何やと思うんですか。砂糖入ったやつかな。プレーンでした。ねえ、プレーンはプレーン。プレーンでした。あ、砂糖入ってないことがプレーンって言うんですか。ね、初めて知りました。シューズは出てるってこと。DHC ってサントリーにあれでしたっけ。DHC はカレー売却され、まあ、ね、カレーはでも気になりましたけどね。あの、何だっけ、あのカレー言ってたカレー。バスセンター。はい、バスセンター。バスセンターから食べられへん。あ、そうなの。なんかなんかバスセンターのカレーとか集めてるとかあるとか、なんか先言ってはったから、まあ、万代なんとかとか言うかもしれない。バカにすんじゃねえ。プレーンなんだからって。顔顔滑ってました。ここぞと顎キュッて出ました。いけいけずんな顔しました。じゃあ食べました。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ようこそ寺…なんて書いてるん。寺寺泊寺泊まり。ここです。アイキがどうしてもどうしても行きたいかったところです。はい、ということで新潟に来たらアイキは絶対にここに来たかったんです。なぜここに来たかったかというと、前にもほんま実はあの動画撮ってたんやけど、その動画ね、あのちょっと編集できてなくて、で、あの上げようか思ってたんですけど、今回はあのちょっと上げれなかったから、今日改めてまた来て動画撮ってみてます。丸中衝動牡蠣食べよう。すいません、牡蠣いるやんな。牡蠣2個と牡蠣を2個と、はい、と、あとつぶ貝のお刺身1つとつぶ貝1個と、はい、おで、ホタテ。じゃあこれも1個ね。はい、以上でよろしいかな。はい、楽しみ。安いで500円やん。はい、ありがとうございます。はい、楽しみ楽しみ。500円やったら安いよ。あ、2100円。そう、あ、そういうこと。2100円か。まあ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 してる。あそこでさばいてくれてるというわけですね。寒いやろうな、冷たそうやな。そう、刺身です。贅沢。生きてるやろ、多分ほぼほぼ生きてるやろ。はい、じゃあこれも食べれる。ここで食べる。じゃあ、ありがとうございます。待っててくださいね。はい、いえー、美味しそう。ちょっとこの影なんで。オッケーオッケー、いい感じいい感じ、めっちゃいい感じ。いえー、美味しそう。なんでこんなにジャックボード。牡蠣と、ホタテとつぶ貝です。何それ。全部ベランダで。ああ、ここにあげてください。全部あげて。みんな持ってる。どう。うまい。これも食べてます。赤がやめて。くらはぎのあやけど、いただきます。醤油この辺たらしょったらいい。いいよ、もう好きなようにしてくれて。ポン酢、あ、いや、あきレモンだけにしようかな。うん、それでも全然いけるかな。あきレモンだけにします。うまい、これつぶだ。でっか。じゃーん。あ、じゃーん。いきます。絶対おいしいやん。いただきます。うわ、虫が来た。いただきます。
もう考えられへん美味しさ。なんじゃこりゃ、めっちゃ美味しい。つぶ貝食べていい？うん。つぶ貝。うわあ、コリコリじゃん。マジでうまい。うんうん。もうこうやって食べていい？めっちゃ美味しい。食べた？食べたよ、こっちも。醤油つけて。うん。これホタテやんな。一個？これ。うん。でかない？ここだってでっか。いただきます。でかすぎ。うん、甘っ。じゃあひも食べてみます。ひも大好きやからな。ひも、ホタテのひもです。あぎ、つぶ貝大好き。つぶ貝でももう売り切れやね。あぎらです、最後。うん。うん。甘い。結構しょっぱいよ。最後。最後。ちょっと岩手さんだけど。ここおいしすぎ。タラが、ハマグリが1000円。タラがすごい、白子やかない。これ持って帰ってもでも処理できんからな。今日中にやらなあかんからな。そうなん。そう。どう思う？安いと思うけど、ノドグロに1000円。ノドグロめっちゃおいしいで、魚やで。ブリ見て、めっちゃでかい。9,700円。あ、え、ちょっといいやん。1箱4,000円。どうなんやろな。こういうお酒屋さんとかもあるんだよ。お土産で、お土産屋さんもあるよ。ちょっとあやきは味噌汁飲みたいと思います。わあ、美味しそうな味噌汁が。どうぞ。パン屋カニ、あ、一緒やか。パン屋カニ、うんうん、200円。安ない。一つください。はーい、200円になりますね。うん。これ何？あ、こちら、あの店頭で販売するあんこ。あんこか。すごい。あんこ蒸し、すごい。こうやって店頭で蒸してカットして販売するんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。すごい。ありがとうございます。入れて、好きな。こんなもんかな。はい。ちょっと机が歪んでるから、ちょっと歪んでる感じがいいです。いただきます。200円って安いよな。おいしい。大根の大根の味が効いてる。うわ、すいません。お品物でございます。ありがとうございます。温まるわ。おいしい。あの、あらあらって感じだな。おいしい。温まります。なんかあらあらって感じ。前なんかカニ入ってなかったっけ。今回カニ入ってませんけど、おいしい。魚の味が出てますわ。大根の味も出てるな。大根旬やからな。冬ですよね、大根の旬は。めっちゃ美味しいです。ちょっと二人でゆっくり飲みたいと思います。あ、美味しい。黒なんで、知らん。あ、チーヤ。あれ、
ちゃコリコリやったな、チョココリちゃん。白子かなと思って、え、白子入ってたんかと思って、知らなかった。でもプルプルやったな。いや、あのパサパサ系のみやそうなんや。こっちの方がまだ油乗ってる感じ。あ、食べ食べ、いいよ。いや、いい、油乗ってるとこくるるて、ありがとうございます優しき。これこれ、こっちのこと、うん、まあ、結構食べたで、魚食べてないんじゃん、あれだけ。え、あれだけやったら、まあ、こっちでいいわ。いや、別に食べたらいいよ。めっちゃ食べたって、5個ぐらい食べた、うん、知らんうちに。うん、ま、骨についてるやつ、肉って美味しいよな。じゃあ骨ですわ。骨あるやろ。もう骨もあれ、もうええんちゃう、もう身だけ食べて。めっちゃ時間かかるやろ。ということで、このね、新潟のここに来るのが私としてはすごく楽しみにしてた部分です。皆さんもよかったらぜひ、車でしか多分来られへんちゃうかなと思うんやけど、ぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。ちゃんと拭いてくれてます、アルコールまでかけて。ありがとう、ありがとう。来てんねん。え、あれやん、エイヒレとかじゃないん、違うからんけど、ちょっと待って、生きてる、うん、100円のカニ酢、めっちゃ干されてる。お腹も空いてるし、このイクラも美味しそう。魚貝から憎まれてんな、さすがにな。魚、だって吊るし、そりゃ魚が見たらもう怒るやろな、これはな、さすがに。こちら今一気にテンション下がったよな。違うね、あの、まあ、ちょっとしたものを買ってな、送料がまあまあ高かったんよ。それがちょっとあれってなってあれってなってます。いや、まあそういうことやわな、結局のところは。どうする、でももうないか。 OK、 もう帰ろうか。このなんか上にカニ乗ってるやつ、甲羅みたいなの焼いてたよ。前の2年前ぐらいの動画見たら、もう帰るかい、それともあのエビを食べるかい。なんかエビ好きなやつ食べよ。俺はエビいい言うてるやな。じゃあエビ食べるわ。あ、食べる。じゃあそうしよう。こちらのところにしますか。はいよ、はい、ありがとうございます。はい、はい、これをエビちゃん、あやきはエビちゃんにしました。はい、うわ、美味しそうじゃん。ありがとうございます。イエーイ、座って食べよ。高くてさ、1800円じゃなかったから、あれとか、そうそう、最後上がってなかった。上がってた、うん、美味しい。冷たい、冷たい。これ携帯悪いかよ。これ頭食べれるって言ってたから食べます。いただきます。うわ、でも美味しい。あれ、これは美味しいよ。うまっ。やっぱエビの殻って美味しいよな。食べる？うん、いらない。エビの殻美味しい。うん、エビの殻美味しい。アイが皮食べてやるわ。おいしい。ゆっくり食べます。もうこれで多分もう最後、ごちそうさまでした。今からちょっと富山に移動したいと思います。レッツゴー。きれい、めっちゃ空が広いわ。綺麗。ちょっと海のそばまで行ってみたいと思います。寒いか。やっぱり海に来たら海のそばまで行きたいじゃないですか。だけどさ、ついてきてるやん、けんちゃん。寒いから嫌って言うから一人で行くわ。なんや、ついてこい、ほんま。
つもいつも一人で行かして、それをそう、ごめんなさい、一人で行ってるのは私。ああすいませんたら、ありゃしないわ。ちょっと海の近くまで行こう。新潟の海はね、見とかなくてか汚い、ここら辺ゴミいっぱいなんですけど、え、ゴミ屋敷になってるんですけど、こんなんありですか。うわー、大綺麗わ、夕焼けが。ちょっと波の近くまで行きますね。ちょっとゴミ落ちすぎてんねんけど、すごい落ちてますけど、土がふわふわやわ。土ふわっていう感じですか。綺麗。どう、みな、みなの州どうですか。わ、こんなん綺麗じゃん。はい、さあヒラメは泳いでいないかな。ヒラメを探そう。ヒラメはいないかい。ヒラメをどうか食べさせてほしい。わあすごい綺麗。やっぱりなんかちょっと一味違うよな。あんまりゴジラ取っといてや。ハサヤもったいないことしてるやん。まあ後で撮って、そこから向こうから撮ってもいいしな。うわめっちゃ綺麗ねんけど。綺麗。なんか沖縄とは違う感じある。うっ、危ない危ないぞ危ないぞ危ないぞ。危なかった、思わず思わず豚出ちゃった。豚さんが豚鼻。おっこ、うわすごい、めっちゃ綺麗。ありえへん、綺麗くない。どんな顔しとんねん。ちゃうねん、めっちゃ綺麗。これこっち、こっちがさめっちゃ綺麗くてさ、ピンと合ってほしいのに、アイビーに合っちゃうわ。